名鉄イン株式会社は、同名のビジネスホテルチェーンを運営する企業で、名鉄不動産の100%子会社である。いわゆる宿泊特化型のホテルで、比較的リーズナブルな料金で、必要最低限にして、十分なサービスを提供しているのが特徴である。名古屋鉄道グループである特性を、最大限活かし、駅から資金もしくは駅直結の自然な場所に店舗を、 構える良好な立地条件が特色の一つでもある。名鉄不動産の新規事業として開発されたため、名古屋鉄道グループの名鉄グランドホテルや、名鉄犬山ホテルなどを中核とする、名鉄ホテルグループとは一線を画す。名古屋鉄道の子会社ではなく、名鉄不動産の子会社であることから、ホテルの核運営方法等は独自の特徴を持つ。同チェーンは、 2016年時点では、愛知県と東京都の2都県で店舗を展開している。電子マネー決済に関しては、2004年12月にエディを導入したのに続き、2008年4月からは、京浜急行電鉄と提携したことで、全店でパスもスイカでの決済を開始した。東海地方のホテルにおけるパスも電子マネー加盟店の第1号である。さらに2011年2月からは、 マナコでの決済にも対応した。2010年7月20日、親、会社、名鉄不動産の本社移転に伴い、本社をメーフィス、名駅ビル10階に移転した。愛知県に8店舗、東京都に2店舗、大阪府、京都府に各1店舗の計12店舗を展開する。2018年3月より、新ブランド、ホテルミュッセ1号店となる。 ホテルミュッセ銀座名鉄を開業した。また、2020年10月には、京都府に2号店となる、ホテルミュッセ京都市場河原町名鉄を開業した。各店舗の詳細情報は公式サイト、各ホテルのご案内を参照。2005年に発覚した、構造計算書偽造問題の煽りを受け、名鉄インカリアの建物の安全性が確保できないと、され営業休止、 建物の解体処分に追い込まれた。解体後、新たなホテルを建設し、2007年11月29日に営業を再開した。2008年10月1日から、KQEX ン西鉄インと広範囲の業務提携を開始し、ネットワークの拡大を図った。さらに、2009年8月1日からは、静岡鉄道系列の製鉄ホテルプレジオが加わる。 ことになり、同ネットワークは、レールインネットワークと名付けられた。さらに2010年12月1日からは、富山地方鉄道の子会社である、富山地鉄ホテルも、レールインネットワークに参画、5社提携に発展した。ところが、業務提携による相乗効果が当初予測したほど高まらなかったことから、2016年3月31日を、もってネットワークは解散となり、 同日をもって連携ポイントサービスも終了となった。ありがとうございます。